嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説。柔らかい。結局言うてへん。口調が柔らかい。やっぱ言えなかったか。お前次第や。お手伝いさんにお越しいただきました。今日来てくれたね。帰っていいですよ。なんで帰っていいんだよ。何も喋ってねえし。今日持ってきた都市伝説はもうね、かなりヤバいです。何？ドラゴンクエストのね、都市伝説を喋ろうと思うんですけれども。やばいやばい。やべえな、それ。ドラゴンクエストやべえぞ、あれ。今のドラゴンクエストにあって、ドラゴンクエスト1と2にないものがあります。普通ゲームだったら、これあるんだけど。わからない。わからない。わからないんだったら拒否をしない。手を挙げるな。わからないからもう教えてほしい。今は当たり前のようにあって、1になかった、その機能っていうものが、セーブ機能です。おー、えセーブ？セーブ？いやいや、無理や。無理、できない。そう、ドラゴンクエストはセーブすることができる。もう一日でやらない。でもそのいくらなんでもセーブ機能ないのはさすがに無理だと、いうことで、その代わりといっては何なんだけれども、復活の呪文という機能があります。聞いたことある。そう、復活の呪文っていうのはひらがなで5753でなんか適当にぐちゃぐちゃみたいな、そのパスワードがあって、それを打ち込んでいくことでまたそこから始めれますよっていう、まあまあ要はセーブみたいなもんだよね。ようできてるね。で、まあこの復活呪文なんだけど、これがどうやら未来を予言しているらしいんですよ。まあいつのゲーム、ドラクエ。これはね、1987年ですね。そんな前からある。そうそう、めちゃめちゃ昔からありますから。というわけで、どんな予言をしているかというものをね、ちょっと今日紹介していきたいと思います。気になるよ。まず1がこれです。いやいや、いきなりなんかもう。三原山、踏むかだこれは、マジで逃げろのり。ノリ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 が出てきた。ちなみに、ムっていうのはんだよね。そう、んと発音します。三原山が噴火するから逃げろって。そう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 、逃げろノリ、そう、逃げろノリ、逃げろノリ、逃げろノリや、ほら逃げた。ノリは何、乗り物に乗るのノリ。あーノリ、あー乗って逃げろと。これちゃんと発売から5ヶ月後に起きたものです。5ヶ月後に起きたの。この三原山の噴火、噴火が起きたの前なんだ。じゃあ予言に行きましょう。はいはい、これです。おおあーもうやばい。これしか、これもマジだ。いや、いや、え、そんなこと、これもこれはすごすぎるでしょ。3文字で最後普通にやばいこと言ってます、うん、秋葉原、車で跳ねて刃物を刺す、殺す。え、マジで言ってん。そうそうそう、嘘だろって思うかもしれんけど、これできるんですよ。ちゃんとドラクエ1でこれを入力したらちゃんとロードできるんですよ。何、どういうこと、どういうこと。いやいや、もう意味がわからない。いきなりどういうこと。後からそういう機能をつけたとかじゃないもんね。まあまあまあ、そういう説もあるけど。いや、無理でしょ、だって。あれでしょ、あの、ホコ天の。そう、ホコ天の。そうそうそう。2008年に起きた。続いて、サムネム後、潮上手部の右方魚、カモナ。3年後、昭和天皇、崩御かもな。崩御っていうのは、天皇が亡くなることです。えぇ、ちゃんと当たってます。3年後？そう、ちゃんと当たってます。今、充電器。ん？ってなった。わかんない。え、違う違う。なった。君が動かしたんじゃねえ。動かしてない。君が動かしたんです。さすがに。とか、あとはゲームゴーが潮上からへ異性になる。いや、これはやばくない。これあ、ゲームゴーが昭和から平成になる。えぇ、いやいやいや、こんな一言一句完璧なことある。平成とかおかしいじゃないですか。全然暗号でもなんでもない。普通だったらね、これの他にもうほんと適当なひらがなって感じなんだけど、まあこういうものが混じってたりすると。うわ、松本さんには、松本さん、リムガオキチヤ、ウナコワイ、ヒマヤ。でもこれに関しては、松本サリンが起きちゃうのは怖い。ヒマヤって言ってる、このヒマヤはよくわかんないけど、松本サリンが起きちゃうのは怖いって言ってるわけ。怖いヒマヤ。これやばいです。芸能関係の予言。指原優、ウコキタ、ワタナ、ベカシヤギ、マリコ。ウィー AKB、 これ何？これ AKB の選挙あったでしょ。はい。1位、2位、3位、4位、5位って。来たって。全部予想してる。指原と優子が来た。そう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 。決まったものなんだ。ただの偶然でこうなるかっていう。これやばいです。浅田真央、氷の上。いや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 、これはもう真央ちゃん生まれてないでしょ。だってそう、生まれてないです、この時まだ。これやってるでしょ。福山は福石和恵、固く愛。
近い。結婚を予言してるの。そうそうそう。福山雅治が結婚して、世の女の人がもうみんなショックで仕事休むみたいなのあったよね。神がショックだったもんね。そう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 。本当に神が作ったゲーム。で、これね、また何がおもろいって、これでロードすると、装備品として、戦士の指輪と愛の誓いっていうものを持ってて、なんか、ちょうどなんか、なんかもう、それっぽいものを装備してるっていう。すごいでしょ、マジですごい。触れたくない。マジすごいのよ。やめよ。なんでやねん。他にも、死の光、津波を襲いて、悲劇外、被爆という、東日本大震災を予言したものや、自由誤差、無自由六下、無罰ガヤ、倍ガ、という福島第一原発が予言されていて、このように未来を予言した復活の呪文は300以上あると言われている。まあこれはまあ実際に起きた出来事、はい、でまあちゃんと的中してました。うわすごい、うん、ってなりますよ。これからのこと気になりますか。うわなんかそんなのこれはやばい。まだ終わってないやつ。まだそれがこちらです。リニアが G、子が起きるぞ子、怖いかもよ、事故目。リニア事故が起きるぞ、怖いかもよ、事故目。技術が発達していって、このリニアモーターカーの事故が起きるっていう予言してるわけです。おー、ありそう。まあ、あるでしょうね。うん、まあ、広いですよ。まあ、広いです。それは広めで、まあ、これはなんか安牌な予言だけど、もっとヤバいのありますから。第3のセムソーガハジ、マルモーはレカイ。まあ第3の戦争っていうのがまあ第3次世界大戦、まあまあそうなってくるって捉えることもできるし、でもうあれかいって言ってるじゃん。あれかいってこの文脈から言って原爆だ、まあ原爆だとか人類が滅亡するだとか、そういう系の予言と捉えることもできる。やばいな、ね、急に怖いの出てきた。ちゃんとこれもロードできますから。怖すぎない。何もらわないとぐらい嫌なのか。何これ。長田でく腕たなまじで怒るは怖い。長田町で、そうそうそう、そこで腕たができると。うわめっちゃ取り合わだった今。でまだ止まらん。こんな復活の呪文もあります。クーデター長田で起きるかもしれぬ安倍ね。うお安倍ねって言って。じゃあ安倍政権の時にクーデターが長田で起きると。え近い言っちゃってる。やばい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 でしょ。やばいやばい。2つ似たようなのがあるんだよね。だから長田でめっちゃこっちはでもマジマジで怒るらしい。こっちはこの都市伝説がこんなに当たってるから結構有名で、説が2つあります。適当に作ったひらがながたまたまロードできてしまったです。ないです。だったら1文字ね、2文字はもうしょうもない文字が入ってるわけです。そうですね。まあまあまあ、この復活の呪文を作ったのは必ずしも制作者ではないと。ひらがなで適当に打ったらもうロードできちゃったみたいな。でそれがこうあたかも予言の文章のように作ってたまたまロードできて、うわマジかよすげえみたいな、暇な人たちがそれで面白がってやったっていう説ですね。なるほど。だから何でも言葉入れとけばロードできるけど、これ予言にしたら面白いんじゃないか。そう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 。なるほどね。説二つ目がですね、後から誰かが作った説。まあさっき正義がちょろっと言った、なんか解析ソフトみたいなのがあるらしいのよね。復活の呪文っていうのはまあなんか解析できるらしいんですよ。え？マロデモンってるやねんか。そういう毒感意味がわかんない。まあこの復活の呪文あって、うん、まあ主人公のレベルとか物語の進行具合とかこれを数値化してやるのよ。この数値化したやつをさらにひらがなの文字に置き換えると、それをなんか逆探知で調べれるみたいな、そういうソフトがあった。へえ。それを開発した天才が逆探知で調べていって、後からこういうのを作ったんじゃないかと。もう我々には理解できない。そうそうそう。まあでもドラクエ1とか2とかだから、もう今みたいにそのさっき言ったオンラインじゃないからさ、やったところでそこの端末しかできないというか。そう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 。だから結局この説もあまり当てはまらないというか。やばくない。じゃあ結構ガチ予言なんだっけ。これどうしどうできるソフトガンだっけ。これをその解析できる。もうやめてまえよ。言い直してすぐ同じことやってる。さっきも言ったようにこう適当にひらがなを打ったら当たることもあると。なんならだから俺らとかがもう5753で予言適当に作って、仮にこれもしロードできてしまった場合、おお、その未来は本当に当たってしまうかもしれません。うわー、怖っ。信じるか信じないかはあなた次第です。うおーす。童貞がいつまで経つても童貞、うん、やめろ。やめろ。クソみたいな予言すな。もうここで終わらせるの思ったかお前ら。マジで、思ったかお前ら。今超綺麗な締め方、ね、いやもう綺麗だったよ。綺麗な締め方。でもね、ちょっと最後にこれだけ言わせてください。おお。本当にヤバいです。今年4月言語を変わりましたね。えっ、実は、これ見てください。
平成は令和へなり新しい時代へ。うわ、取り上げ、やば。え、これ、いけんの、これロード。これいけます。で、ロード下画面見てください。これがロード下画面。あー、もうダメだ。うわー、やばい。もうダメだ。名前見てください。へ、小さいつ、れいなんですよ。平成のへと、令和のれいが頭文字入ってるわけです。で、このゴールドがめちゃめちゃあると。だから令和はもしかしたら景気がいい時代が続くのかもしれません。おお、こういうね、先にこれ。いやいや、そうです。